この辺にバーンってぶつかってきたんですよ。背骨がなんかちょっとずれたみたいな、5メートルはぶっ飛んでますね。もう一気に雰囲気が変わったんですよ。片手で止められたんですよ。もう殺気を感じたんですよ。いきなり戦車が現れたみたいな。チャオトゥッティ、皆さんいつもありがとうございます、皆さんたくさんの、ね、方々が動画を見てくれていて、あとコメントもですね、たくさんいただいてすごく嬉しいです。皆さんありがとうございます。でですね、今日はですね、皆さんにフィジカルがすごかった選手の海外編をですね、3人の選手を選んでいますので、皆さんに伝えていけたらなと思います。でこれまでもですね、まあ、天才パサーとかテクニックとかですごい選手を皆さんに伝えていきましたけど、まあ、今自分がパッと思い浮かぶ選手で挙げてるんで、後からね考えたら、うわこの選手入れときたかったなとかっていう選手もたくさんいるんですよね。っていうのももうあまりにもこの上手い選手とか、まあ、今回もフィジカル編もですね、すごい選手がたくさんいるんで、世界には、まあ、日本代表の中にもですね、だから選びきれないんですよね。で、まあ、ちょっとこうもしかしたらここで喋ってる選手とね、違う選手をね、違う、まあ、分かんないけどどっかのメディアなのかどっかで僕が喋ることがあるかもしれないんで、あれ長友選手出てなかったのに、 YouTube では出てなかったのに、なんで今これ出てきてんだろうみたいな感じで思わないでいただきたいなと。まあ、そのぐらいすごい選手がたくさんいるっていうこと、選びきれないということですね。で、じゃあ皆さんにこのフィジカルモンスターですね、海外編3人の選手を今から発表したいと思います。1人目です。カゼミーロっていう選手はですね、ブラジル代表でバリバリレギュラーで、あとレアルマドリードのボランチをしていて、もう欠かせない存在として活躍している選手です。カゼミーロはですね、一番初めに対戦したのはブラジル代表と対戦した時で、まあ、その時ですね、まず、まあ、試合前にアップしますよね。日本代表がこちらでアップして、ブラジル代表が半分のねコートでアップしてる時にですね、カゼミーロを見た時にもうね、もうケツのデガさにもうめちゃめちゃびっくりしたのを覚えてます。えって言って、もうケツにパッと入れてんのみたいな。いや、そのぐらい本気でね、もう盛り上がってんすよ。もうここのケツがバーンみたいな、うわすげえなと思って、まあ実際にねピッチで対戦して、まあそのブラジル代表と当たった時は実際にカゼミーロとね1対1でバーンって当たるようなシーンはなかったんですよね、うん。で僕がね、まあ、カゼミーロやべえなって思った瞬間っていうのは、去年ですね、チャンピオンズリーグでレアル・マドリードと対戦した時に、アウェーのレアル のホームでベルナベルでですね、対戦して、そこでですね、僕がボールを持ってたんですよ。で僕はもう前にボールをカゼミーロがバーンってきたんで、こっちからがガーってきたんで、僕は前にボールをバーンって運びたいと思って、もうボールをバーンって運んだんですね。その時にカゼミーロが僕のこの辺にバーンってぶつかってきたんですよ。でその時ですね、ミシっていう音聞こえたんですよ。自分のなんかもう腰か背骨かなんかちょっとずれたみたいな音が聞こえてですね、で痛みもちょっと走ったんですよその時に。でまあこれ自分の自慢じゃないんですけど、僕もすごいトレーニングしてて、体幹もしっかりと鍛えてるんで、風見のバンってぶつかってよろけそうになったんですけど、このまま耐えて前にボールを運べたんですよ。でもですね自分の自慢にはなってるんですけど、まあでもよく耐えたなとは自分では思ってるんですけど、でももうすっごい衝撃で、もうあれ多分僕普通にこのトレーニングサボってたら5メートルはぶっ飛んでますね。そのぐらいすっげえ激しいまあタックルというかね、バーンってきて、でもう背骨ももう一つのこのブロック一個絶対ずれたろうっていうミシっていう音が聞こえて、痛みも走ってですね、でその時にもうカゼミーロのこの、まあ、フィジカルやばいなと思って、なかなかないですよね、そんな背骨のこの骨骨のブロックがこうずれるみたいなことなんてないですよ普通はね。でもそのもう一つのあたりでですね、カゼミーロのこの凄さを体感しましたね。でもう正直ですね、もう次カゼミーロが当たりに来たら、もう僕もしかしたら背骨一本ブロック飛んでるかもしれないですよいやいやいや本当にね、いやそのぐらい思うぐらいもうずれたんですよ。でそのぐらいのね危機を感じたぐらいの、まあ、強さをカゼミーロが感じてですね、まあ、カゼミーロってもう潰し屋でね、対戦する選手たちをもう数々の選手たちをもう潰していくんですよ。で彼のやっぱすごいところってフィジカル、まあ、もちろん強いんですよ。まあもう本当に体ももう出来上がってるし、タックルもすごい強いしパワーもあるんですよね。
でも彼のすごいところって、あの未来を読まれてる感じがするんですよ。僕のこのどこに行きたい、まあ、あの彼がプレッシャーに来た時にどこに行きたいとか、ボールをドリブルでどこに運びたいっていうのを先に読まれてるんですよ。なんかちょっとね、なんだろうな、こう風見ろにが来たなと思って違う道から行こうとしたらもう先回りして風見ろがいるみたいな、常に未来を読まれてるんですよ。この自分のもうこの相手の意識を読んでる感じがするんですよ。なんで風見ろってやっぱ抜けないしね、うん、そんなもうすごい選手たちもやっぱり風見ろには止められるんですよ。でやっぱり、まあ、ブラジル代表でもそうだし、レアルマドリードでね感じて、レアルマドリードでもですね、もう不動のね存在で、レアルでも時短からねもう絶対外せない存在とね、もうずっとね試合にも出てるんですけど、その凄さですね実感しました。はい、で風見ろです。2人目はですね、ドログバですね。はい、コートジボワール代表のドログバです。いや、ドログバはですね、僕も代表でコートジボワールと対戦を何度かしたんですけど、その時に、ドログバと対戦しました。僕がまあ一番このドログバのこのパワーというかフィジカルやばいなというふうに思ったのはですね、2014年のブラジルワールドカップで初戦がコートジボワールとの、あの試合だったんですね。でその時にドログバはね、後半のねあれ残り20分ぐらいなんかなぐらいから出てきてですね、まあ、正直ねその時ね、なんだろうな、ブラジルって最初なんかこう日本寄りのブラジルのこのスタジアムですね、なんかまあブラジルに住んでる日本人の方もたくさんいるし、なんかすごいこう応援が日本寄りだったんですよ。でこのドログバがこのまああの交代する時にあのピッチの外で立ってますよね。この姿をあのまあまあスタジアムみんながこう見た時にですね、もう一気に雰囲気が変わったんですよ。なんかもうみんながなんかこうなんかコートジボワール寄りになったんですよ。ドログバ出てきたみたいな。でまあまあまあもうオーラもあって世界的なフォワードでこんなに雰囲気を変えられてしまうんだっていうようなことを感じたんですけどね。まあそれプラスですよ、まあ僕がねそのピッチの中でシーンで覚えてるのはですね、ちょっとはっきりねそのシーンがどういう風にどういうボールが来たかとか覚えてないんですけど、確実に覚えてるのはドログバの腕の強さだったんですよ。まあ、体と腕ですねの強さをだけはもう自分の中でずっと染み付いててね、まあ、確かねなんかロングボールかなんかが来たんですよ、ドログバに対して。で僕がついてですね、で僕もドログバにこう競ってたんですね一緒に。その時ですね、もう片手ですよ、片手で止められたんですよ。この僕の体重とかもこのパワーを全てですね、いやマジかと思って、普通に踏んで確かトラップも収められて、そこからもうチャンス作られてみたいなあの状況だったと思うんですけど、まあ、そのぐらいもうこのワンシーンでですねドログマの、凄さを感じました。まあまあまあ、 あの体格もすごいですけどね、うん、やっぱりこの世界で、フォワードとして戦ってきた、まあ、結果を残してきた、まあ、意味といいますかね、それを全てこのもうあの一つのワンシーンですけど目の当たりにしたというあの思い出があります。3人目です。イブラヒモビッチ。イブラさんはね、まず僕はイタリアに行った時に一番初めにチェゼーナっていうところに行ったんですけど、その時にイブラがミランにいて対戦しました。で、まあ、その時もね当たった時にもう全然びくともしないなとは思ったんですけど、まあそれから僕がインテルに行ってミラノダービーがあったんですよね。でまずですね、入場の前ですね、まあ、スタジアムの中でインテルの選手とミラノ選手がこう並ぶんですよ。で、まあ、インテルの選手とミラノ選手が仲いい選手だから挨拶したりとか、同じね国の選手たちがいたら挨拶したりとかする、まあ、場っていうのがあるんですよね。で審判がいて、で、まあ、ピッチに出ていく、入場していくみたいなあのところがあるんですけど、まあ、その時にですね、もうイブラさんだけでちょっともうオーラが違ったっていうか、まあ、まずねあの大きいっていうのもあるんだろうけど、大きくてもうめちゃめちゃごついんですよ。でごつくてですね、まあまあまあかっこいいし、めっちゃオーラあったのをそこでまあすごくまあその印象があって、で、まあ、実際にねこう、まあ、当たってね、もう当たってもビクともしないなっていうふうにはもう何度もそのシーンは あったんですけど、まあなんとかね僕も対戦したんでぶつかっても全然ビクともしないなと思ったんですけど、ワンシーンでですねすごくこの当たったわけじゃないんですけど、イブラのこのオーラというか威圧感を感じた瞬間があったんですよ。それはですね、なんでもないんですよね。僕がここにいてイブラが5メートル10メートルぐらい先かな、10メートルぐらいかな先にいて、イブラにパスが出てきてイブラがターンをして僕の方にこうドリブルでバーンってこう来たんですよ。
でその時にですね、すっげえ圧力感じたんですよ。なんていうかもう殺気を感じたんですよ。なんだろう、いきなりね、いきなり戦車が現れたみたいな感じ。皆さんビビりますよね、いきなり戦車が現れたらもうビシッてなりますよね。いやもうほんとそんな感じで、なんかもうなんだろうな、もう本当にこの怖っと思ったんですよね。うん、まあなんだろうな、そのスピイグラってやっぱもうスピードもあるんですよ。あの大きいし、ごついんですけど、スピードもめちゃくちゃあって、でそのスピードもね、なんか軽いサササッと走るんじゃなくて、もうドン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 みたいな、もう力強いスピードなんですね。力強さがあるんですよ、スピードの中に。でまあそれ以降、あのプラスですね、このオーラというか、もうまあ俺に近づいてくんだみたいなオーラでドリブルしてきたんですよね。いやもうちょっとあのどうぞって譲ろうかと思ったもんね。いやまあちょっとね、それはちょっと大げさなんですけど、いやでもそんぐらいね、あの思うぐらいの圧力があったんですよ。でもちろんフィジカルも強いですけど、もうこの、まあ、オーラといい圧力といい、これを出せる選手ってまあ世界でも限られてるなと思って、僕はもうそのまあミラノダービーのね、3シーズンのこのピッチの中でもうひしひしとそれを感じた、まあ思い出があります。まあ言ったらもう本当にもう王様ですね。もうオーラがやっぱり違いますよ。まあ言ってもまあもちろんね、あの当時のミランなんで、すごい選手たちたくさんいましたけどね、ロナウジーニもいたし、まあガットゥーゾとかセイドルフとかパトとかね、そうですね、もうすごい選手たちいたんですけどね、なんかイグラのオーラはちょっとこう抜けてましたね。まあ僕自身が感じた部分なんですけどね、他の選手がどう感じたかわかんないですけど、はい、そんな感じですね。皆さん、このフィジカルモンスター3人を今日は挙げさせてもらいました。いや正直まだまだたくさんいますよ。多分この後ですね、考えてたら、うわこの人あげたかったなっていう選手絶対出てくるんですよ。毎回出てくるんで、これはなんですけど、まあ今日は、僕の頭の中に浮かんだあの3選手ということでに、発信しました。で、まあ、これからもですね、こういう僕が感じたすごい選手たちだったりね、っていうのを海外編もそうだし日本編も含めて、皆さんに伝えていきたいと思います。皆さん本当にたくさんの方がね、まあ、僕の YouTube の動画を見ていただいてすごく嬉しいです。あのコメントもたくさんいただいてね、僕もあのコメントも、いつも読んでます。本当にありがとうございます。で、まあ皆さんぜひね登録してもらってユートズファミリーにねなってほしいなと思います。はい、ということでまた配信します。また皆さん見てください。登録よろしくお願いします。それでは。